皆さんこんにちは、マイクです。今回は愛知県の茶臼山高原にやってきました。お目当ては芝桜です。現地 のホームページの情報によりますと七分咲きということで、見れるぐらいの範囲かなと思います。山道を登ってひたすら登っていくと駐車場です。駐車料金が、800円、乗用車800円ですね。その代わりその駐車料金で立ち寄り温泉、東映温泉ですかね、豊根の温泉ですね、豊根の温泉が無料で入れるという特典付きです。はい、で200ボルトの電源がありますので、早速充電します。リフトのチケットを買いまして、往復券を買いましたので、今からスキー場のリフトに乗りに行きます。いろいろね、出癖がありますね。リフトに乗りました。あ、すごく見晴らしがいいですね。天気も快晴です。夜は10度、10何度まで下がって、から寒いか、少し曇り気味の予報になってますけども、今は晴天です。おやおや、リフトが止まってしまいました。スキーで乗り慣れてる人もね、いいけど途中で止まってくれた方がさ、景色がね、景色のいいところでリフトが止まると少し嬉しい、そんな感じがします。あ、動き始めました。ペアリフトで少しスピードは遅めですね。まあいいじゃん、これだけだ、サイトリアね。七分咲きということですけど、十分な芝桜の開花ですね。これで1週間先はやはりちょっと寂しくなってるかもしれないです。この辺で止まってくれんかな、1時間停車します、あ、シンセサイザー演奏やってるのか、それをね、毎日やってるみたいな。あそこじゃない、用意してない、綺麗綺麗。遠くに見える丘でシンセサイザーの演奏が行われているようです。生演奏ということで数台 のシンセサイザーを同時に使いながら、その状況に合ったその曲を流してくれているということですね。後で行ってみましょう。ところどころですね、こういうチームに応じた花壇が
作られています。天気が良くて、やはり暑かったので、いやこれ ね、あのアイスクリームよく売れてましたね。リフトの方から眺める景色はやはりですね、よくあるあのネットとかの写真とかでよく見るような風景です。ちょっと待って、猫が今ちょっとなんかダダこ出てますけど、もうすぐリフトが頂上で、リフトを降りなければいけませんね。右に降りてください。もしこう降りますよ。うん。右の方に。ありがとうございます。さあ、うまく降りれるでしょうか。どうぞ。おはようございます。おはようございます。どうぞご覧ください。途中で写真を写してくれてるお姉さんが言いました。その1300円ということですね。ちょっと後ろ髪引かれますけども、まあ断念しました。そっちからトイレはいい？台紙がかなりおしゃれだったので、後でちょっと後悔してしまいました。買っとけばよかったですね。頂上へ向かいます。出てくるんやけどね。こんな展望台なかったよね。うわあ、すごい景色ですね。遠くの方のね、南アルプスっていうんですか、はっきりね見えますね。もう万年雪があるようなところも、もう肉眼で見えますので、これはすごい景色ですね。愛知県も捨てたもんではありませんね。山の景色と言いますと、やはり岐阜県とかですね、東海地区はですね、長野県とか有名ですけども、素晴らしい景色がたくさんあって、温泉もたくさんあって、スキー場もたくさんあって、ハイキングコースもたくさんありますね。有名なお寺さんもたくさんありますね。お客さんもね、多くそちらの方に出かけると思いますけども、愛知県で唯一のスキー場なんですよね。なので比較的標高の高いところになるみたいですね。風がですね、冷たいですね。駐車場の方はですね、23度とか24度でしたぐらいだと思うんですけど、ここの頂上のところはですね、10度台だそうです。で、今インスタ映えするというこういう魔法のほうきに乗って記念撮影です。さあ、これで先ほどのですね、
シンセサイザーの方にですね、向かっていきたいと思います。いや今週末がピークだね。すぐ見事ですよね。色が違うのは品種が違うそうなので、芝桜の中でもいろんな種類の芝桜が植えられてるみたいです。近くで見ますね、葉っぱは一枚一枚かわいい感じですけど ね、アップで撮ってる人結構いましたけど、まあ、マイクとしましてはね、透明で見る方がなんか素敵だなって思ったりもしました。すごいな、このピンクと白のコントラストで、この日のですね、2日くらい前ですかね、すごく集中豪雨があったですよね。なのでやっぱり苗が流されちゃったり、葉っぱがですね倒れたりして、ちょっと花びらが、ね、倒れたりして傾いたりして、でちょっと見栄えの方もですねちょっと悪くなってるのかもしれないです、はい、飛んどるように見える。ここは中央のですね、ちょっとデッキの方に上がってきとってきましたね。この下でアイスクリームの販売が行われてます。ここから見る景色もですね壮観で素晴らしいです。こんな可愛いのもありましたよ。さあいよいよシンセサイザーの方に向かっていきたいと思います。いやー気持ちいいですね。程よい風とから晴天でですね、日焼けしますけど、日焼け対策してないとちょっと厳しいかなっていう感じですね、風をですねもろに受けますと、マイクの関係でノイズが入ってしまいます。すいません、もうこればかりはどうしようもありません、はい、俺もまた見事だね。ですね、涼しくなったりしますね。さあ、いよいよシンセサイザーですよ。ライブですからね、ちょっとお年を召したね、お兄さんがですね、シンセサイザーをですね、優雅に弾いております、数えたらですね、7台ありましたね。7台のシンセサイザーを使いこなしてですね、アドリブですかね、いろんなところに出かけられてコンサートをやられてるみたいです。不良なんですけども、一応志をですね入れるところ、箱って言いますかね、ありました、はい、なので心ばかりかのお手つきをですね差し上げてきた次第でございます。本当にですね、心洗われる素晴らしい演奏でした、でキーボードのメーカーです、ね、マイクが好きなコルグを使っていましたね。さあ、これでいよいよ頂上ともお別れですね。実はですね、下りの方がですね、見応えがありました、角度的に良かったですね。じゃあ
回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。